皆さんこんにちは、バンテック宇津木でございます。今日のウィークデーバンテックなんですが、前のウィークデーとウィークエンドと2回コルドリーブス紹介してきたんだけども、いよいよちょっと値段を教えてもらおうかなと思いまして、忙しい中桐生店長に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、ということでね、コルドリーブスのお見積もりやっていきたいと思います。値段を教えてもらってないの。で、車いくらですよっていうのはやったけれども、本当に買ったらいくらなのっていうのが、値段はかなり上がってるとは思うんだけれども、はい、それも踏まえてね、実際の値段聞いていきましょう。また値段上がってる理由はやっぱり内容が大きく変わりましたので。そうだよね。改めて、店長の方から新型カムロードになって、はい、このコルドリーブスで前はオプションだったんだけど標準になりました、もしくは新規で標準装備としてつきましたみたいなのってちょっと教えてもらっていいですか。はい、まずは、バッテリーですね。バッテリーがシングルバッテリーからもトリプルバッテリー、うん、標準になりました。で、じゃあバッテリーが3つってことはあれもこれもつくわけだから、そうですね、まあ、容量増えてますのでそれ使えないと意味がないので、うん、そうだよね、1500のインバーター、インバーター、はい、うん、これも標準となってます。標準、だってトリプルサブとインバーターをオプションでつけただけで結構値段いってたよね前。そうですね、結構いってましたね。いくらぐらいだっけ、ざっくり。ざっくり30万弱ぐらいですか。そうだよね、はい、いってたよね、はい、あ、じゃあそれがもう標準装備になりましたってことだね。そうですね。なるほどなるほど。あとはですね、生活用水タンクですね。もともと清水20リッターが、そうそうだね、ポリタンク1個だったね、はい、うんうんうん、まあ、あと雑用水タンクが増えました、うん、ああオプションで今まであったやつだ。そうです、はいはいはい、あれがじゃあもう標準装備になったと。なりました。俺だって結局配管したりそもそもの部品代とか考えると、そうですね、あれもオプションで10万ちょっとぐらいしました。そうだよね、したよね、はい、お、それがもう最初からついている。最初からついている。あれれれれ、あとはKYB の触覚相場。そうです、そうです忘れがちですけどもダブルタイヤになって標準になってますね。そうだね、はい、前から肉のダブルタイヤは標準装備されてたんだけれども、全部四駆も肉も全部標準装備なんで、まあ、意外と今までシングルタイヤの時は足回りに結構皆さんお金かけてたんですけども、うんうんうん、もう今はダブルタイヤになって、うん、安定感とかも全く違うものなんで、うん、はい、もう 足回りはそんなに、あ、逆にお金かけなくて、かけなくて大丈夫です。もう明らかに安定感違うもんね。この間見に行った時に良かったもんね、すごいね。エアコンが動くようにトリプルサブと、はい、1500のインバータ ー生活用水、足回りのその真触覚無双場の部分は標準装備、うん、それって今までって多分オプションで割と鉄板オプションみたいな。そうですね、エアコン、家庭用エアコンがやっぱり標準でついてるので、もともとまあもう当たり前に皆さんもうつけていく装備なんですけど、やっぱり皆さん値段を、当時は値段を抑えたいっていうのもあって、うん、こう渋々こう、あ、高いなって言いながらこうバッテリー、インバーターどんどん値段上がっていくなっていう感じだったんですけども、まあもう初めからついてるので、まあ、そういった、ね、やり取りなんかもなくなってるんですよ。確かに確かに、はい、そうか。じゃあもうあれだね、ある程度必要なものっていうのはまあまあ、ジルほどではないけれども、最低限必要っていう、その空調の部分で FF も標準だもんね。そうですね、 FF 標準、エアコンも標準、ということで一通り揃っていると。揃ってます。なるほど、ありがとうございます。よし、じゃあこれでいろいろ装備考えていくかね。まあ、まずベースから選んでいかなきゃいけないんだよね。そうですね、うん、はい、今ベースは、ベースは肉と四駆の2択ディーゼルですね。そっか、ガソリンがなくなったんだね。ガソリンがなくなりました。ガソリンがなくなって、ディーゼル肉とディーゼル四駆。ベース肉か四駆ディーゼルかと寒冷地か。そうです ね。とメーカーオプションで言うとメッキグリルですね。ああ、メッキグリルね。あ、メーカーオプションも2つしかないんだ。そうですね、今はいろいろ過去のモデルではありましたけどね。なんかいろいろあったけど、はい、で、バンテックとしてのベース車の仕様っていうのが、はい、
まあ、こちら価格表にもあります、うん、ワイドドレッド、うん、オーディオラジオレス2スピーカーですね、うん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 、それとオルタネーターは標準で130アンペアと、うん、エアバッグ助手席側運転席側、あ両方ね、はい、うんうんうん、これはもう標準になってます、標準になってるってことね、そっか、オーディオについては後で選んでつけれるようにってことだね、そうですね、まあナビゲーションつける方はほとんどなんで、あ、はい、そっか、今もうナビゲーションも結局目まぐるしく変わってるじゃない、そうです、ね、だからどんどん新型になっちゃうから、その時その時っていうよりかはもう買う時にお客さんで選んでもらっちゃってっていう方がいいわけだね、そうですね、でオルタネーターは最初から130アンがついてると、はい、おー、分かりました。前回2本撮ったリーブスの動画って前のやつでブラウンオークの色の濃いタイプの内装だった、今回ね、うん、これもすごい明るくていいかなって思っていて、でこれね、あのオプション結構ついてるんですよ最初から、まあ要は展示用でこういうオプションつきますよっていうディスプレイ用として埼玉店に置いてんだよね、そうですね、うん、明るい色もいいね、広く感じますよ ね、で、はい、なんか明るいね、明るいと思います、うん、そうです、窓がやっぱり左右、ね、両方にあるので、ね、特にいいよね、はい、じゃあちょっとオプションを決めていく前に桐生店長の、はい、とりあえずホルドリーブス買ったらこれつけといたらみたいなのってなんかおすすめみたいなのありますか？おすすめはですね、うん、やっぱり使い方っていう話にもなってくるんですけど、そうなんだよね、うん、僕はまあ車中泊メインでしたい方と、うん、キャンプをメインでしたい方とで若干ご提案内容変わってまして、ああ、はい、あ俺あれだな、車中泊派かな、車中泊ですか、うん、インド派だからねそうそう、インド派だからね、車中泊でしたらもう、うん、まあ、室内にいる空間がやっぱり長いくて、長いテレビ見たいじゃないですか、見たい、なんでテレビの、まあ、オプションだったりとか、うん、あと逆に、まあ、道の駅とか回って室内にずっといるっていうと外でキャンプやらないんでオーニングはいらないじゃないですか、うん、いらない、いらないですね、なんで、あでもあったらいいかな、贅沢です、まあ、いやそうだよね、結局駐車場ばっか止めるから意外と多分サイドオーニングっていらないんだよね、そうです、ね、俺も広げたことないもんな、はい、意外とないんですよ、うん、で最初につけたはいいけど一回も開かなかったってお客様もいらっしゃいますし、うん、まあそうなんでコルド系はやっぱり皆さんお値段をちょっと最初抑えたいっていう方が多いので、そっか、後からつけれるんだ、そうですね、バンテックはもう後からつけられる、後からつけれるからね、じゃあ一旦、じゃあいや、オーニングについては使い方考えてからまた話すればいいかね、はい、なるほどなるほど、はいはい、なんで、うん、まずはそうですね、冷蔵庫はやっぱりお土産持って帰りたいと思うんで、いやいやいや、飲み物とかもねいっぱい、そうです、すげえいっぱい入ったもんね、このビールね、ビール入れたらね1ケース余裕で入っちゃったもんね、あ本当ですか、うん、1ケースが全然入りすぎちゃってまた抜いて足してったっていうそんな動画があったよね一回ね、なるほど、絶対必要ですね、うん、必要だね、はい、うん、それとやっぱり室内にいる時間が長いというと目の前にありますこのカップホルダー、これも意外と役に立つと思います。まあさっきの話になっちゃうんですけど、キャンプやる人は結構外にいる時間が長いんで、うん、キャンプ道具持ってるんですけど、やっぱ室内にこういる時に飲み物やっぱり皆さん置きっぱなしで、でそのまま移動もできるし、いやそうなんだよね、意外とこういうところにポンポンって置いてあると、はい、じゃあちょっと移動しましょうって言った時にこうどうするんですかって飲み残しってなるもんね、ちょっとしたことなんですけど、そうこういうのを置いとくと移動できると、移動するときにあったらいいもんね、はい、あじゃあすいませんこれこれお願いします、これはい、あとはサブバッテリー3本あるんですけど、バッテリー残量計ですね、いやそうだよね、あったほうがいいよね、絶対あったほうがいいと思います、うん、やっぱ残りが分かるのと分かんないのではね全然違うもんね、はい、なるほど、じゃあ残量計もお願いします、はい、はい、これなプレステとかやるしな、意外と電気食うんですよああいうのも、あそうなんだ、はい、油断しないように気をつけてください、プレステ電気食うんだ、プレステだったり、まあ、持ち込んできた家電品って意外とじわ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 来る、はい、夢中になっちゃうとやっぱり、確かにいっぱいやっちゃうじゃないですか、確かに4,5 時間余裕でやってるもんね、 そうですね、はい、それだけは気をつけてください、そう本当だね、これはまあキャンプ仕様でも車中泊仕様でも言えるんですけど、エントランスステップですねおじいちゃんおばあちゃんなんかがついてきた時に、うん、もう非常に役立ちますし、
そうだね、コルドリーブスは後ろ入り口だから、ちょっとオーバーハングが少し華やがってるけど、若干高いのかな。そうです、高い買った気がします。若干ちょっとなんかこう乗るのにはなんか1個ステップあったらいいねって感じはするよね。そうですね。あ、じゃあそれもつけちゃおうか。はい、ほらほら、こうやってね、値段上がっていくパターンですよとはいってももう意外と初めからついてる装備がもう充実してるんで、うん、テレビ見るんでしたらテレビアーム。ああそうだね、これね、これつけたいよね、はい、ソーラーパネルとかってどう？ソーラーパネルはですね、まあ昔はよくつけました、うんうんうん、ですし、つけてつけてって方も多かったんですけど、うん、今走行充電が、うん、前のものとは全然比べもならないぐらい良くなってる？良くなってますので、まあちょっと本当に昔の話今してしまったんですけど、はい、それからはもうほとんど必要ないかなと考えてまして、まあ走れば、そっか、特に車中泊タイプの人、まあ俺みたいな車中泊だよっていう人はまあ大概走るもん。そうですね、大概走ったらすぐ充電するんだもんね。充電します。結局100までってなると時間はかかるんだけれども、70、80ぐらいまであってもいくもんね。その通りです、はい、ね、検証した動画もあったもんね、この間ね。うん、そんなのもね、ちょっと確認していただければいいと思うんだけども。じゃあまあいいか、電子レンジつけようかな。電子レンジ、うん、はい、電子レンジ、うん、電子レンジつけとこっか。はい、ちょっとこれぐらいで抑えていこうかななんて思ってるんだけど、今ほら俺ずっと幕張からさ、はい、即納宣言ってずっと言ってて、本当にコルドリーブスとかも1ヶ月って思うね、言っちゃってるのよ、はい、言っちゃってるんだけれども、本当にそうなのかっていうところ、今実際コルドリーブスを頼んだらどれぐらいで来る？いや正直、うん、おかげさまで大好評で、うん、ジャパンキャンピングカー車以降に、うん、本当に1ヶ月っていうのは売れてしまったんですけど。おお、売れちゃったんだよ。はい、ただ、うん、まあいろんな仕様があってマッチすれば、うん、数ヶ月の間で。そうそうなのよ、マッチすれば数ヶ月。数ヶ月ってどれぐらい？数ヶ月。そうですね、いつ用意できる？マックス早いやつで。マックス早いやつ、5月、うん、6月でしょうか。ゴールデンウィークには間に合わないけれども、ゴールデンウィーク明けぐらい、夏休みには全然間に合うってこと？夏休みには間に合います。っていうのがあるの？あります。夏休みちょっと早めにとって7月からなんだけど、実は間に合う？間に合います。間に合わせます。今現在で、一番早い車っていうのがどんな仕様？逆に多分ベース車の問題だと思うんだけど。そうですね、うん、まず、まあ、4駆はちょっと好評のため。ああやっぱそうなんだ、そのタイミングはちょっと難しいかな。あ、なるほどなるほど。なんで、うん、肉の、うん、ライトブラウン、ダークブラウン、いずれもはいございまして、うん、ただメーカーオプションがなしのものでしたね。ああ、なるほどね、はい、要はメッキグリルと寒冷地はなしで、車は肉であれば、内装色はどちらでも、ご準備ができますよっていうこと。そうです。お、はい、お、意外と条件としてはそんなに。いや、聞いてみるもんだね。そうですね、うん、具体的にどれぐらいなのかなってちょっと俺も言ってて気になってたんだけど、やっぱり早いね。早いです、はい、お客さんびっくりするんでしょ。びっくりしますね。ね、じゃあそれでいこっか。一番早い肉、はい、の肉の、うん、こういうよね、この色ね、この色いいよね。じゃあオレンジ、ナチュラルオーク、この薄い色で、で、寒冷地なしで、メッキグリルもなし、はい、それで今言ったオプションだね。はい、これで、じゃあすいません、ちょっとお値段を教えてください。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもまあ結局今店長話してくれてた通り、そもそも最初のスタートラインまで行くための装備、オプション装備っていうのはもう揃ってたんで、バッテリーとかね、インバーターとか、それ揃ってるから、とはいえな、そう、揃ってたってやっぱり値段は上がってるんでね、どうなることでしょうか。ということで、寝るか。
これね。ということでね、桐生店長帰ってきていただきました。お値段をね持ってきていただいたんで、ちょっとじゃあいろいろ教えてください。はい、はい、こんな感じでございます。ああ、やっぱ結構いきますね、やっぱりね。はいはい、じゃあ教えてください。まず、車両本体価格ですね。これが、うん、肉のディーゼルで898万円になります。はい、でメーカーオプションはなしで0円です。うんうん、で仮装オプション379,500円というのがエントランスステップと電気冷蔵庫85リッター、うん、電子レンジ、うん、バッテリー残量計がこの金額になります。うんうんうん、あと諸費用ですね、うん、諸費用は、税金の項目と、うんうん、バンテックの方で頂戴してますから諸費用ですね、うんうんうん、この2項目に分かれてまして、うん、上からいきますと自動車税、うん、年間4万円で、うん、今7月の納車で計算しておりまして、うんうん、7月登録で26,600円、うん、あと環境性能割、重量税、うん、自賠責保険、うん、飲酒代、こちら含めると187,640円になります。うん、でその下ですね、その下が、販売所費用になりまして、予備検査費用、うん、45,000円、うん、登録費用25,000円、うん、点検整備費用20,000円、うん、あと陸送代56,000円になります。うん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 、はい、こちら項目ごとに値段が出てまして、全部足すとトータルで971,530円ですね。はいはい、今さらっと言ったけどね。さらっと言ったお願いします。971,530円。もういましたね。そうなんだけど、でもさ、仮想オプションが40万いってないのよ。40万来て379,500円。前俺もやった時もっといってたんだよ。結局やっぱりバッテリーだとか、あの絶対やっぱり必要インバーターとかのものが結構入ってるから、やっぱそう思うとオプション代としては単純に40万切ってんだ。これだと7月に納車です。はい、可能です。オプションはちょっと控えめな感じでやってみたんですけど、どう、一般的に今お客様がコールドリーベスをご契約される際の価格ってアベレージとしてだいたいいくらぐらい？アベレージとしてはですね、やっぱりもう少しやっぱり皆さん装備はつけまして、うん、さっき言ったオーニングもつける方多いですし、うんうん、コルド系はキャンプのイメージ、うん、確かにそうなんだよね、アウトドアのイメージを、うんうん、まあ僕も残したいと思ってるので、うん、ここに温水設備をつけたりとか。ああ、なるほどね、はい、まあ、温水設備あるとね、外でそうだね、シャワーも浴びられますし、ね、ね、はい、この辺をつけると、まあ、プラス、そうですね、40万ぐらいになるので、だいたい1000万円ちょっと超えるぐらいが大体の、相場という相場、そんなイメージ、はい、そもそものベースの能力っていうのがめちゃめちゃ上がってるから、6速オートマで、うん、エンジンはバン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 6速なんでギア変わるんで音うるさくないし、安全装備は一通りついてるし、抜群の安定感だし、そうだね、そういうところを考えていくと、うん、十分かな。やっぱりそうですね、安心して出かけられる、あとさっき言ったんですけど足回りにお金かかってないもん、ね、お金かからないから、うん、実際もう旧モデルで皆さん後からどんどんつけていくと、うん、もうこれぐらいの金額かもしくは超えるぐらいの金額、そうだね、かける人も多いんで、うんうんうん、まあもう最初からコンプリートされてて、うんうんうん、まあ乗り出しやすい、うん、でもう標準でついてるんで、ね、お店がちゃんと面倒もしっかり見てくれるでしょうし、そう何かあった時にそのつけてれば大体わかるからね、ああここが不具合出たんだなとか、ね、それが改造されちゃうと何が何だかさっぱりわかんないっていう状況に陥っちゃうからね、そういう部分にはやっぱりその、使っていくよりも不便がないような形にはなってるのかな、で長く使えるしね、そうね、なるほど、何も考えずこう快適な旅に出かけられる、そうだね、もうちょっとオプション出してもよかったね、そうですね、だからこれにまあ例えばさ冷蔵庫をポータブルにしてみたりとか、電子レンジはコンビニに占領するとか、そうですね
まあまあそれを言い出したらキリもないしな。もっと逆に快適にしたいんだったらもっともっといろいろ方法はあるもんね。そうですね、方法はあります、うん、これだけでも十分だと思います。そしてカップホルダー忘れてましたね。あ、本当だ、カップホルダーない。23,100円プラスしといてください。ああね、あとテロップでやっといて。なるほど、ありがとうございます。面白いね。うん、今度さマジでやってみる、ジルで最高金額目指す企画、うんね、今ジルだと一番値段が張るのが、まあ、一番ハイグレードがノーブルか。じゃあジルノーブルを使ってバキバキにオプション組んでいくらまで到達するか、ちょっとやってみようか。最後取りまとめてみるとですよ、今そのキャンピングカーの使い方っていうのが、キャンプ、車中泊とは別に今災害とか ね、 そ う、 ですね、そういったものにも、うん、あの使いますよっていう話になってきたりとか、まあいろんなその用途っていうのが増えてきてる。一番自分のそのライフスタイルに合った、一番趣味に合った、最高の一台っていうのをね、キリュウ店長はじめとした、まあ、あのバンテックスタッフもしくは販売店の、皆様のとね、あのご相談いただいて、一番いい買い物したいよね。バンテック最高の位置だよね。作っていただいて、ぜひともねご検討していただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。やるか、やるの、やるね。全然なんかあれだったけど、すみません、よくわかりません。今日の一句、快適で安全目指すバンテック。オッケー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 、あざーす、あざーす、あざーす。快適ばっかりでね、いろいろ装備をするんじゃなくて、そういったベースの部分のね、安全性だったりとか、両方どっちか片っちゃダメね。両方とも高いところでちゃんとバランスをとってね、うん、最高の1台バンテックね、目指して作っていこうと思っております、ね。で、最高の1台を、キリテントはじめ、販売するバンティックスタッフ、そして、販売店の皆様が、お客様一人一人に合わせて最高の1台を、ね、ご提案させていただくと思いますので、ぜひともねバンティックこれからもよろしくお願いいたします。ということで、キリテントありがとうございました。ね、忙しいのにね、今日本当は休みなんだよ。休みなのにね出てきて、別の仕事で全然出てきてるのに、あ、いた、捕まえてね。で、YouTube 撮るよとか言ってね。ごめんね。捕まえて。すいません、捕まえて。はい。はい、すいません。じゃあ、ということでね、縁も竹縄ではございますが、バンテック TV、今日もお披露目したいと思います。ということで、以上、バンテックTVをお送りしました。